こんにちは、むずきです。今回は最近のスキンケアをご紹介していこうと思います。はい、ということで最近ね、ずっとマスクをしてるんですけど、マスクって肌荒れもしやすいし、メイクも崩れやすいし、結構ね、ベースメイクだけではどうにもならないことがあったりするんですよね。なので崩れにくいベースを作る前の段階のスキンケア、マスクをしても崩れにくいようなスキンケアをご紹介していこうと思います。最近その崩れにくい肌作り、スキンケアと崩れにくいベースメイクを合わせることで結構ね、マスクのメイク崩れが少なくなったかなと思うので、はい、今日はそのやり方をご紹介します。はい、まずは化粧水をしていきます。まあ、これはね、普段使ってるもの、何でも大丈夫です。で、塗るときは絶対お肌をこすらずに、こんな感じでしっかり押し込むように塗っていきます。で、これを水っぽい感じが消えるまで、手のひらにお肌がこうペタッとくっついてくるまでしっかりなじませます。はい、次はコットンパックをしていきます。で、使う化粧水はこの水彩です。これすごくサラッとしてひんやりして気持ちいいので、夏は結構使ってます。で、こんな感じでコットンを3枚とか4枚に裂いて、頬とおでこと口周りにペタッと貼ります。最初の化粧水の段階でコットンパッティングとかすると結構肌がひんやりして整うんですけど、ちょっと乾燥が気になったので、今日は最初に普通通り化粧水をして、次にこんな感じでコットンパックでお肌を整えてます。で、このコットンパック中にちょっとつぼ押しとかしながら時間を置くのがおすすめです。はい、そしたら次は美容液です。まあ、これもね、普段使ってるもので大丈夫です。化粧水同様、肌をこすらずにこう押し込んでいくように塗っていきます。で、これもぬるっとする感じが消えるまでしっかりなじませます。はい、そしたら次、いつもはこのクリームを使ってるんですけど、最近結構もう暑くなって汗も出やすくなってきたので、朝はこの乳液に変えてます。このキュレルの乳液はかなりサラッとしていて、ベタつきも少なく、メイク前にねすごく使えるので、夏場は割と乳液が多めですかね。なので乳液使う場合はサラッとしたものを選んでください。で、この後のメイクは下地塗ってティッシュオフして、で、リキッド使うならまたティッシュオフしてっていう感じで塗っていくんですけど、以前ね、動画にしてるので、そちらの方を見ていただければと思います。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。では。